こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アウリューチャーという曲ですね、これは、マイルスのラウンドミッドナイトっていうやつに入ってます。これ多分サボイレコーディングかなんかの、チャーリーパーカーとマイルスが2人でやってるやつでもやってるんですけど、それは普通に AABA の普通の循環って言われるコード進行でやってるんですね。だから AABA 形式なんですけど、これテーマだけ A と A の間にドラムソロが挟まるんですよ。でこのあと B から A に復帰するところ、 B から A に復帰するところにも8小節入るんですね。でこれ、まあものすごく有名なので、この曲やるってなると大体このバージョンでやるんですよ。でも譜面は多分 AABA しか書いてなくて、 A のところはパーカーが、マイルスがメロディー吹いて、パーカーがその対旋律を吹いてるのね。タツカカカって、まあ、なんかこう こっちだから、そのパーカーの対旋律の方を、まあ、これ実際このラウンドミッドナイトで、こっちは対旋律の方はコルトレーンが吹いてるんですけど、このこっち側の方にドラムはついていきます。なのでコンピングも、聞いたことあるかな、このドラムソロが。今日はもう本当にこの、ここが、これが超今日のやりたいところですね。このフレーズって、このここももうこのまままんま6小節一緒で、ここだけ違うのね。なのでこの最初の4小節のこの雰囲気、これを覚えておくと、あ、これアウリューチャーじゃんみたいな。なのでドラムソロでこれを引用すると、お、分かってるね。特にこの循環の曲、まあ循環っていうか、これはスクラップジフロムジアップルっていう曲のちょっと循環変形させてるんですけど、まあ要は循環の曲の時にこれを使うと、お、分かってんじゃんみたいな感じになったりします。だからその時は別に AABA の中のね、8バースで回ってきた時にこれをここでやればね、そしたらまあここが B になるんだけど、とにかくこう、この曲が始まった時は譜面がパーってこう渡されたとしても、このドラムソロは書いてないです。書いてないけどパッて止まられてドラムって感じされることがあるのね。でその時これ知らないと、まあただドラムソロを埋めてもいいんだけど、このフレーズを知ってると、お、こいつ知ってるねって感じになるわけですよ。でここ、非常によく使う。とにかくこれはルーディメントをね、レッスンしてた時にね、じゃあ実際にオールアメリカンドラマなんかドラムソロで使えないですよねって言うんだけど、要はもっと単純に使うんだよみたいな。このラフ、ものすごいよくフィリよく使えます。ラフだけ、これだけでもものすごい、こうラフをこうやってやると、もうすごいジャズのフレーズって感じでしょ。これだってこのラフ抜いちゃったらやってるわけです。もうすごいジャズになるのね。だから2つで、こうクラシックでやっとる、これクラシックでやると、このラフっていうのはちゃんと、タタを発音してほしいって言われたことがあるんですけど、ジャズの場合はもっと引き寄せます。もう本音ギリギリに引き寄せます。そうするとビバップって言われる、タラッ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 、この引用ができるのね。なのでこれもう、これもまたやると思いますけど、でラッツラカタタ、ここはタタタタタっていうのはラフで入り込んで、ここを言って、ここで、ロールにします。ここは僕ないんでいいと思います。でここを、この裏からのやつを、この2小節目の4裏からのやつを、これをセブンで、これ右から行く人、右からないんで行ってもいいかもしれない。僕は左から、ワンツースリーフォというふうにいきます。だから、パッ、ラタタタ、タラララタ、ワン、ツー、スリー、フォー、こうやってやりたい。っていうふうにやりたい。っていう感じね。だから、これ、ここ左から行くと、
左から行くとフォアのフレーズなのでクラッシュにも行けるし、左左右で行くとどこでもフレーズもっと引き伸ばしたりもできるしね。だからで、あ、ここはフィリーのことだからオルタネートで言ってるかもしれないですが、これ3ストロークの右右左で行くと裏側にジャズのフィールになりやすいんですね。っていう風になります。で、ここはこれはもうフィリーのソロが終わった後はなんかソロがあってなんかやりっぱなしが感じがするんで、それをさらにつなげるためにはやると頭にドカンじゃなくて裏に逃がしてあげるみたいなイメージですね。でサビに行くと、コンピング綺麗でしょ。やっぱりこうなんかこうちゃんと4表に向かってるとか、裏裏使って、これまあ問いかけですよね。で4表大きなうなずき使って細かいの使ってって配分が綺麗なんですね。でちゃんと裏拍、このここはあのいわゆるその裏、その対旋律、対旋律に対するコンピングをそのままと使ってるって感じですね。でここは同じです。なのでここはウッタタトタタタトタトト、この頭のところはここ書いてないけどバスドラ踏んだ方がかっこいいですね。でここ5拍あるけどこれ1個、このこれこれいらんね。同じです、ここの上と同じです。でっていう風にしてもらって、最後コンピングやってもらうとこういう感じになります。なのでこの曲は知ってないとドラムがオタオタしてしまう、テーマのところの AABA の A から A の間に挟まってる、サビから次の A のところの間に挟まってるっていうのをちゃんと覚えておかないと、突然ドラムソロに振られてどうするんで、レガートばっかりになっちゃうとダサいんで、ここでマーチングみたいなソロが出てくると、おこの人分かってるねみたいな、だからマーチングで、ジャズドラムする感じのやり方にすごいこう非常にこう、まあオールアメリカン使ってこれドラムをやるって感じするともっとシンプル、オールアメリカンほど左右に分けたりしないし、こういう風にシンプルです、こんな感じね。こういう形で、ドラムソロしてもらうとオールアメリカンなんか、だからオールアメリカンは結局はそのフレーズ自体を使うっていう、まあ使うことももちろんあるんですけど、その自体を使うというよりかはやっぱり手順がうまくなってくると音色コントロールがきれいになる、そしてやっぱあれ60とかテンポでやっちゃうとこのフラムタップとか多分みんな握り込んじゃうのね。あれ100オーバーにしようと思うとこう握り込んで止めると120超えないので必ず弾ませる。これあのオールアメリカンの解説のところでやってるので見てもらうと分かると思う。急に速くなる。だからこういうのを使ったりしますので、まあちょいちょいブレーキ使ったりするんでこの辺はやってもらうといいと思うんですが、今回はとにかくそのマーチング的なドラムソロ、ね、で、この6小節有名なんですよ。ここの6小節、ここは頭につなぐために自由にドラムソロしてもいいと思うんだけど、この6小節の漢字を覚えておくと、あこれアウリジャじゃんみたいなね、それぐらい有名なフィリーのドラムソロなので、ぜひ、習得しておいていただけたらと思います。 LINE の登録とメルマガの登録をしてもらうとこちらの、譜面をこの手順の書いたこの汚いやつですけど、これをダウンロードできるようにしておきますので、よかったらぜひ、メルマガ、LINE の登録お願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。